おはようございます。こんにちは。そしてこんばんは。ラジオハイボール。Thank you for tuning in this evening. Lovely night in Fayetteville. We have a great night filled with the newest hits. Let's jump right in. はい、始まりました。久しぶりのラジオハイレート。久しぶり。久しぶりですね。あんま1ヶ月ぶりぐらいですね。前回の都内の撮影というか収録からですからね。で、まあ、あの都内の撮影をした時と同じように運転席8、助手席ジャブといういつもの配置でですね、はいはい、代表に運転をさせるということをやってしまってますが毎回すいませんやってしまってますがってこう言うじゃん、はい、そう思ってないですね思ってますよ、思ってます。もう申し訳ないなって、先輩に運転させてってですね、今日はですね、ロケというか撮影でですね、中国地方は広島県から、うん、今ちょっと岡山の方に向かってるというか戻ってるところで、そうね、です。あ、トンネルでもちゃんと映りますね、はい、で今回はですね、ウイスキーパパのアクロバットのフライトのウイスキーパパの内海さんのフライトを撮影しに行ったという感じなんですけども、まあ、これがただの撮影ではなくてですね、うん、あの有名な高級車のフェラーリの、はいはい、イベントで、そこに参加させていただいて、ね、撮影をいろいろとさせていただいたという感じなんですけど、うんうんうん、すごかったですね。すごかったね。ロマンを感じました。あ、子供になった俺は。今日あと時間約2時間ちょいいましたね。トータルで言ったら3時間ぐらいですか、ね。はい。あのイベント自体、はい、2時間ぐらい。はい。おおね。すごい、あの1台のフェラーリと何かとかじゃなくて、これは25台ぐらいぐらいねのフェラーリがブーンって登ってきて、そもそもさ、その会場が広島県の、はい、まあ、とあるところの、はい、リゾートホテル、瀬戸内海に面した、はい、で高台にあってさ、はい、車で登っていくじゃん、はい、そうするとね、こうエンジン吹かす、はい、それが20数台そうっすね、バーンって上がってくる。で会場にいて、はい、フェラーリ見えないんだけど、はい、近づいてくるあの音がエンジン音キャ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 みたいな私上から見えてました。で会場自体がこう静まり返るのよ。みんな待ってるスタッフたちが準備するじゃん、はい、でこう段取りを決めて、はい、今やって待ってた時に音が聞こえてきた、かすかに聞こえてきた時に、はい、あ、来たと思ったみたいな雰囲気、いやー、なんかすごかったな。いや、実際こう来てさ、はい、1台、2台、3台、まだ来る、おー、どんだけ来んのっていう。で、いろんな形、いろんな色、はい、そうですね、本当に同じ車ないんじゃないかって思うぐらい。子供に帰りましたよ。いや、本当に空だけじゃないなと思いましたね魅力は空だけじゃないなと、はい、いいですね、思ったね。そしてそのですね、販売店のスタッフの方たち、うん、フェラーリの販売店のスタッフの方たちともこう打ち合わせをしながら、うんうんうん、もちろんウイスキーパパの内海さんとかと打ち合わせをしながら今日のこのイベントをやったというところで、まあ、天気も良くてですね、良かったなと。あとあれじゃん、いつもとは違うアングルで。そうなんですよ。で今回さっきハチが言ったんですけど、高台にあるところからの、撮影だったので、飛行機を見下ろす、うん、飛行機が飛んでるところよりも高いところから、撮影をするっていう、うん、まあ、お客さんたちもこうその目線で見てるっていう感じのアクロバットだったので、これは迫力ありましたね。あったね。なかなか見ないアングルだなっていう感じがありましたね、うんうん。まあ、なんかものすごくこうその演技を集中して見てたっていうわけではないんですけど、私もハチもカメラを構えてたので、うん、いやでもそれでもなんかすごいなっていうのはありましたね。ね、あと
リスキーパパの、はい、まあ演者は宇都宮さん、はい、ナレーションが増田さ ん、はい、ナレーションがまた素晴らしい、かっこよかったですね。ナレーションでああやって会場をあそこまでこう熱量を上げれるんだっていうのは思いましたね。うまいなーって、はい、まあ、後から話聞いたら、はい、カビカビで全然でした。あれでですか。あれでだよ。めちゃめちゃスムーズに喋ってる感じしましたけどね。すごいな。いや、あのアクロバットといえばという感じで、あの機内との無線を、うんうんうん、あの会場に、流して、宇都宮さんがこうメッセージを会場の方たちに送りながら、うん、あれもいいよね。あれいいっすね。いいと思う。なんか久々に見た感じがします、あの、うん、パイロットが喋ってるのを地上で聞くっていうのはですね、うんうん、すごいすごいいい経験をさせていただいたし、ね、はい、感謝だね。感謝ですね。あの場にいさせていただけて、ね、招待していただいたことに感謝をしないとね、はいはい、あ本当、あのどのスタッフの方たちも動きとか喋り方とか、うん、もうなんていうかしっかりやっぱりしてて、みんながこう気持ちよくなれるような環境作りというか、もう端的に言うとさ、はい、さすがって思って、そうですね、本当さすがですね。段取り含めて、はい、当日のね、はい、準備状況で誰かが温度を取って、はい、それに対してその周りが別院じゃないけどさ、周りがテキパキと動いて、はい、で実際お客さんたちが、はい、こう何も接客の段階になった時の、はい、あの対応の仕方とか、そうですね、プロ中のプロって感じでしたね。勉強になったよね。はい、すごい勉強になりましたね。まあ、実際あのホテル自体もホテルの方たちも、うん、その会場作りとかを、うん、あのみんなでこう作ってたっていう感じですけど、うん、いやでもいいなんていうかですかね、こういろんな会社というか組織が一つのイベントにこうコミットをして完成させていくっていうのはこうやっぱ見ていて楽しいですし、まあ、参加させていただいて、あのすごい楽しかったし勉強になったなって思いますね。だからさ、人が絡むものってやっぱり人の目があって耳があってさ、はい、その空気感があって、はい、実際その場だとね、はい、そういうところでのこう雰囲気作りから含めてっていうのって、はい、なんだろう、こう本で学べるものでもないし、はいはいはい、何かで学べるものでもない、あそこにいたからこそ分かるものってあるじゃん。そうですね。その現場でさ、はい、あ見えないところでああいう動きをしてる、はいはい、おそらくこういうことを考えててとかさ、はい、っていうのは俺らもまだまだだな。まだまだですね。いや喜んでもらってなんぼじゃやっぱり、はい、やっぱ気持ちよくなってもらいたいし、はい、気持ちよく帰ってもらいたいし、はい、だからまた来てくれるしって、だからそういうところ、それってね、はい、映像を届ける時もそうだし、はい、そういうところを学びましたね。学んだ日だね。あの肌で感じてきましたね。でまあ、今日はその撮影をやってというか、そのフライトアクロバットをやって、今から、校内飛行場の方にですね、そのウイスキーパパ の、 あのエクストラが降りて、駐機してある場所ですね、飛行場に、校内飛行場の方に向かって最後に宇都宮さんにご挨拶をしてと、うん、ちょっとお話をして、また宇都宮さんも面白いからさ。そうなんですよ、もう本当に本当なんかいろんなことにですね、今回の撮影もそれこそあの機内にカメラをつけさせていただいたり、うん、なんとかしてこの無線というか中の、うん、喋ってること、インターコムとかで喋ってることとかを、撮れないかっていうのもすごい試行錯誤、こちらももちろん知ってたんですけど、宇都宮さん自身が結構いろいろ考えてくださって、うん、まあ、より良いものをというか、より飛行機の世界をこう、うん、感じてもらえるような映像を作るというところに多大なご協力をいただいてですね、素晴らしい、はい、そしてもう本当に面白いんですよね。面白い、だから話してるやっぱ大変だよね。宇都宮さんも話好きじゃん、はい、俺も話好きじゃん
めっちゃテロップ入れなきゃいけない。だし、こう2人が話してて、例えばそれ撮影するとさ、はいはい、エンドレスじゃん。どこで切ろうみたいな。あ、これカットかけれない。大変だよ、ね。だからそうなんですよ。で、昨日そう言っちゃった。昨日ですね、ハチと内海さんの対談を実は撮ったんですけども、うん、話がなんていうんですかね、まあ、途切れないのもそうなんですけど、うん、まあ大抵だと撮影のうちの 50% を使うかっていうぐらいなんですよね、うん、実際に配信するときに、うん、だけどこれいやなんか全部面白いから全部載せたいなっていうぐらいなので、だから私も止めることなく、ね、帰る時間が近づいたから撮ったぐらいですもん。いや本当だよね、いやそろそろ閉めないとご迷惑がかかるっていう、ね、初め予定ではさ、はい、まあ、30分ぐらい40分ぐらい話して、はい、でそれを20分ぐらいの動画にするっていう話だったんですけど、結局1時間半以上話したからね、はい、ずっとカメラ2個電池切れましたから、ね、最後パソコン電池電気落ちましたからやっべえと思って。いやでもあれはね、あんな話しだしたな、はい、止まんないよ本当そうですね、うん、でもこれって多分お互いにお互いの経験があるからっていうところの話が、なかなかそういう話って表に出てこないと思うんですけど、お互い操縦者同士の対談っていうのは私撮影しててすごい面白かったので、うん、なんていうんですかね、私もなんか質問したいこととかあったけど、ダメだ、いかんいかんと思って多分ね、昨日話してて思ったのが、はい、ただ操縦者、はい、いわゆるパイロットとしての元戦闘機パイロットですね、はい、でアクロバットのパイロットですっていう、その技術の話とかだったら、はい、そんなに長くないと思う、はいはい、だけどお互いの熱量があるじゃん俺らはこういうことがしたい、はい、で内海さんも内海さんでこういうのがしたい、はい、で子供に夢を持たせたい、もっと世の中に広めたい、はい、で感動を与えたいってことです、はい、でそういうマッチする部分があって、そうすると技量の話もそうだし、はい、経験の話もそうだし、それにプラスアルファされるものがこうやってこう重なり合うじゃん、はい、そうするともうエンドレスだよ、もう止まらない、広がり続ける感じでしたからね。よくないし、内海さんどこで生まれたんですかみたいな、どうやったらそういう感覚になるんですか、どういう勉強してきましたか、何食ってますみたいな、よくないしね、そういう風になっていくって。そうですね、なんか楽しかった、楽しかったです、すごい楽しい撮影させていただいてというか、もう撮影をしたというよりなんかお話をさせていただいたって感じですね。そうね、でもちろん飛行機も撮らせていただいたりですね、うん、それこそあれですよ、飛ぶまでの準備とかっていうところもちょっとお話を伺ったり、ね、撮らせていただいたりしたので、うん、こういう風にやってんだって多分、はい、見る人はね、はい、思うかなと思うので、うん、それはちょっと公開がいつになるかっていうのは、うん、いろいろ各所との調整をしながらですね、うん、やるのでちょっと先になるかもしれないんですけど、ぜひそれはお楽しみにということで、楽しみにしてください。楽しみで今日はまた湖南飛行場に戻って、次はあれですね、撮影の裏側的な、ああそうね、はい、番外編を撮りながらやろうかなと思ってます。そうだね、はい、そういう裏側メイキング映像、ああなかなか多分見る機会ない。だってさ、映像とかさ、はい、こういうことをやり始めて思ったのにさ、はい、9割以上裏じゃん。そうです、表に出てるのって本当にそれこそオンライン航空祭とかもそうですけど、うん、数時間、うん、3時間ぐらいじゃないですか、うん、あれの準備に2ヶ月とかかかるわけじゃないですか、うんうん、ほぼ裏じゃん、ほぼ裏。そういうところもなんかこう出してたら、そうですね、ね、こう面白いところもあるだろうし、はい、何かで参考にしてもらえるところもあるだろうし、はい、逆にアドバイスがもらえるかもしれないし、はい、もっとこうした方がいいですよとかもありますからね、うん、今日は裏側もどこまで裏側出せるか分かんないですけどね俺の裸はやめてるああそう、今回せっかくファッション同じホテルに泊まったのにドッキリするの忘れてましたまだまだやなまだまだやなでも、お
岡山、はい、広島、岡山、広島、なかなか来ることないですね。ないし、俺は岡山初めてだったよ。あ、降り立ったのか。降り立ったのか。上は通過したことあるけど、うんうん、降り立ってこういい、なんかさ、はい、いろんなところでこう何かしらで話す機会があったじゃん、はい、いいね。いいですね。なんかのどかですね。いい、本当にいい、はい、岡山、そういうのもやっぱ必要だなと。岡山富士山空、違う、岡山桃太郎空港ですね。そっか。なんか東京とかにいるとさ、はい、まあこれいい悪いは置いといて、はい、これやっぱ時間気にするじゃん。ああ、そうですね。この何時とか、はい、昨日とかさ昨日ちょっと時間気にしなさすぎて夜カツカツでしょ。ねやべ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 、ホテル着いたら9時過ぎぐらいでしたね。 まあそんな感覚になってた、ね、はい、あの時間の流れがあの岡山の流れになってました、うん、東京の流れじゃなかったです。あ、でも今回は私は、2泊3日で、あの前日に現地偵察というか、あのロケハンに行って撮影場所を確認させていただいたりとかして、ハチは1泊2日ですね、うん、弾丸ですよ。弾丸ですね。空港着いてジャブに迎えに来てもらえたの。そのまま校内飛行場ですから、ね、8休む時間ないですからね。そうですよ、忙しいですよ。でもなんかあれですね、おかげでこう長く時間が取れて、たくさん話そうだ、ね、することができてですね、時間の使い方っていうのもね、はい、こう勉強できてるよね。はい、毎回勉強になるなと思いますね、うんうんうん。例えばやっぱりこうせっかくこっちまで出てきたんだったら、空いてる時間とかはあの他のところに行ってみたりとかっていうのもできる、まあ、今回はなかったですけど忙しかったので、そういうのとかもなんか結構いろんなところでやったりしてますね。やっぱりね、こういうとこ来て思うのが、もう少し時間があったら、あ、はい、こう地域のさ、はい、ものとかっていうのができたら、そうですね、それはイベントというよりその地域のためにもなったりとか、はい、地域創地方創生とか、そうそう、まあ ね、 そうね、どこまでそれが地方創生と呼べるかは分からんけど、はい、なんかね、微力ながら、うん、その魅力とかですね、絶対魅力ありますもんね、どこに行っても。なんか本当にそれを思いますね。だって今日見ちゃってたらさ、はい、すげえ気になるこの店とか、ね、食堂とかってさ、いや入ってみてこれって情熱食堂ありました、ね、とかさ、結局入れなかったけど、そうです、あーダメだ入れないっつって、なんかそういうのってさ、そうですね、本当あるじゃん、あります。なのでそういうのもなんかね、今後はこうロケのなんですかね、機会にちょっとでも余裕が作れれば作っていって、うん、紹介しながら行けたらいいですね。桃を食べないと。あ、岡山県は桃、うん、桃なんですね。桃食べたい。って感じで、はい、次回の公開を、その動画の公開をお楽しみということで、今日はあの時間になってきました。はい、はい、締めさせてもらいます。お願いします。ラジオアイレート、また見てね。バイバーイ。